こんにちは、授業準備 TV の梅子です。今年度最後の登校日、1年間共に過ごした仲間たちや先生、教室と別れる日でもあり、新たな学年に歩み出す日でもあります。1年を振り返りながら、しっかりと学級にお別れする時間を設けたい、そう考えの先生に向けて、今回は気持ちよく1年を終える学級解散式についてご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。学級解散式は終了式や通知表などの配布が全て終わったタイミングで行います。プリントの配布や大掃除、掲示物や作品の持ち帰りなど、前日までにできることを済ませておくと当日の進行がスムーズです。それでは学級解散式の流れをご紹介します。登校者の先生はこのようなプログラムで学級解散式を行ったそうです。前半の1から3は子どもたちが企画実行します。それぞれに係を置き、計画を立てて行います。後半は先生による企画実行です。1のオープニングでは、じゃんけん大会、あっち向いてほいなど、普段から学級でやっていて楽しく歓声が上がるものを1つ取り入れます。2のラストソングは学級の歌、音楽会の合唱曲など思い出に残る曲を選んで歌います。3の感謝のメダルは、大きな段ボール金メダルに全員から教室への感謝の言葉を書いておき、この時間に感謝の言葉とともに黒板にかけます。1年間共に頑張った教室に対して感謝の気持ちを忘れないことは大切ですね。4の先生からのプレゼントでは、登校者の先生は記念カレンダーを作成されたそうです。アプリを活用したり、メッセージカードを作ったりするのもおすすめとのことでした。子どもたち一人一人の良さを伝えることができるといいですね。5のクロージングはスライドショー上映会をします。日常の様子を撮りためた写真やクラスの思い出のものの画像を取り入れてスライドショーを作り上映します。スライドの最後には、これにて〇〇組解散の文字を映し出し、余韻の中で静かに会を閉じます。解散したら、子どもたちが次の学年へ希望を持って進めるよう、笑顔で教室から送り出しましょう。最後に一人一人声をかけて握手をするのもいいですね。笑顔と感動があふれる学級解散式、思い出を振り返りながら、子どもたちが新たな学年に進む背中を押していけるといいですね。今回は気持ちよく1年を終える学級解散式についてご紹介しました。学級じまいにお悩みの先生方、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。